いつも大変お世話になっております衆議院の枝野でございます。いよいよ、高柳さんの市議会議員選挙、今日から本番ところが、まあ、短い選挙戦になりますけれども、なんとか今回も大変な激戦になりましたが、そこを勝ち抜かせていただきたいと私からもお願いを申し上げます。まあ、実は4年前の借りがございまして、これ皆さんやむを得なかったとご理解をいただけると思うんですが、4年前は高柳さんの選挙があることすら頭の片隅にも戻ってないような状況で、 3.11 の直後、首相官邸で官房長官の仕事をしておりました。にもかかわらず高柳さんをはじめとして、あの時埼玉5区の私どもの仲間全員しっかりと厳しい選挙を勝ち抜いてくれました。まあ、そしてそのおかげで昨年の12月の私の厳しい選挙、高柳さんにも自分の選挙と同じように、あるいはそれ以上に頑張っていただいて、幹事長として最終日1日だけ地元戻って張り付きましたけれども、本人不在の選挙をなんとか乗り切っていただいたということであります。まあ、その4年前の借りもありますので、この選挙、去年の12月の選挙終わってですね、代表も変わるんで幹事長今度は外れられるだろうなと、そしたらべったり張り付こうと思っていたんですが、なぜか幹事長留任をすることになってしまいまして、あさってぐらいからは全国走り回る日程を組まれておりますが、まあ、やはりそうは言っても4年前のこともありますし、まずは地元しっかりと仲間の思いをしたいということで、今日は一日埼玉5区の中走らせていただいておりますし、去年の私の選挙の時よりは何倍か多く地元に戻って、この中央区でも高柳俊哉よろしくと私もマイクでお願いをさせていただこうというふうに思っています。もう16年の実績、もう私から申し上げることはありませんけれども、本当に町が、地域が持続可能なっていうキーワード、高柳さん、もう今でこそ持続可能なんていう話はいろんなところで聞かれたりしますけれども、この10数年前、20年近く前から持続可能なっていうキーワードを使ってきたというやはり先見の明だと思いますし、まさに地域にとって高齢化はどんどん進んでいく、若い人が少なくなっていく、そういう中でどうやって地域をしっかりと持続可能にしていくのかというのは、この世の中央区にとってもますます重要な課題になっています。そうしたことを地道にコツコツ積み重ねてきたのが高柳俊哉さんでありますので、まさにこれからますますその経験とその先見性が重要だということは、お集まりいただいている方にはもう言うまでもないことだと思います。ただなかなか今度の選挙も楽をさせてはもらえません。大変厳しい選挙戦の状況だというふうに思っています。最後はやっぱりフェイストゥーフェイスなんですね、選挙って。最後お一人お一人が一人一人の方に頼むね、お願いねということを声かけていただく、最後はそこが勝敗を決めるというのは、去年の12月実は私も実感をいたしまして、3日前ぐらいまではですね、民主党は代表も幹事長も落選するのかと、私もちょっとやばいなという状況でありましたけれども、まあ、そこから最後の最後、本当にお一人お一人が、一票一票を最後に積み重ねていただいて、なんとか、逃げ切るというか、勝ち抜くことができました。今度の選挙、それ以上にまさに一票一票が大事な選挙になろうというふうに思っています。ぜひ今日お集まりの皆さんから、たくさんの皆さんに声をかけていただいてですね、一票一票をフェイストゥーフェイスで広げていく、その活動をしっかりと積み重ねていただいて、引き続き高柳さんにその力を市議会の中で発揮していただこうではありませんか。私も最大限応援してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。